皆さんこんにちは。はい、3月13日日曜日お休みですね。はい、日直、はい、食いしん坊の小杉さんですね。小杉さん、はい、今日から新しい分野で、この前まで分数の足し算してたんでしたけど、小数ミックスしてやります。で、何はともあれ、例えば小数って例えば 0.7 だと10分の7とかありますよね。 0.31 だと100分の31とかってありますよね。最初例題で書こうと思ったんですけど、まあいいかなと思ってですね。例えば10分の9って 0.9 ってわかりますよね。あと5分の3って、5分の3ってが、まあ、じゃあやりましょうか。最初例題にしようかなと思ったんですけど、5分の3ってあったら、これ10分の6して、0.6 ってできますよね。で、そんなのよりも重要なのはこれです。換算表ですね。はい。中学受験やってる人とかはもうこれは鉄板中の鉄板、もう本当に常識なんですけど、高校受験でも、まあ知ってた方がいいですね。あんまり中学受験ほど高校受験こういうのやんないんですけど、まあ知ってた方がいいですね。で、まず強弱つけてください。常識なのをまず覚えてください。いや、そもそも常識なのは 0.5 2分の1、これ当たり前ですよね。これはもうチェック入れないですよ、これ。で、1は1ですよね。全部で8通りしてます。だから、カッコ 8分の何とかって書いてありますよね。で、まずポイントはこれですね。0.25 が4分の1になるってことですね。あと同じく 0.75。4分の3。これは絶対いけますよ。いける。で、なんとなく 0.125 が8分の1。ここまではもう絶対覚えてください。はい。で、もう 0.5 は大丈夫でしょ。2分の1、それは大丈夫ですよね。で、まあ、苦戦するっていうか、わからないかなっていうのは、ピンとこないのは、まあ、これでしょ ?0.375 が8分の3と、0.625 が8分の5。あと、これか。0.875 が8番。だから、これからどんどん 0.875 を足す、まあ、例えば5分の1、5分の4はとか、そう、ミックスした足し算引き算やりますから、これいちいち、例えばですね、0.625 いきなり8分の5できない人って、こうやるんですよ。1000分の625はとか言ってあって、うん。5で割れ、5で割るにはとか言ってあって、200? 100? むしろ私はできない125か。イコール、また5でこう割るみたいな感じあって、40? 20? こう。で、また5で割る ?8 分の5? これ絶対、これやってダメですか？こんなのやってたら。これ常識ですね。で、まあ、慣れない人はこうやって覚えればいいんですよ。みなこ。みなこさんって女の人を覚えてください。みなこさんは8分の3。これは、むつこさん。むつこさん。ちょっと無が汚いか。むつこさん。で、これは、花子さん。まあ、カタカナでいいか。花子ってなんかお笑いで言いますよね。花子って来たらもう8分の7って一瞬でできるように。むつこって来たら8分の5。みなこって8分3。で、エンディングで絶対これ毎回これ、ポンポンみたいな風に見えないようにしますんで、この3箇所。で、黄色はもういけるでしょ。0.25 ってもうかけたらなんか読む、もう。なんか、なりそうでしょ ?4 分の1で。逆に言うと、かける4したら1になりますよね。0.25 もかけたら1になりますよね。もう逆にこれもそうでしょ ?125 がかける8したら1000になるみたいなイメージですよ。なったでしょ。だから 0.125 も8すると1になるんですよ。8分の1かける1したら8、1になりますよね。25かける4やったら100になりますよね。それと一緒です。0.25 かける4すると1になります。4分の1かける4すると1になります。うん。それと一緒。まあ、あと、これはまあ、なんとなくこれ3倍かな、みたいな感じでしょうね。はい。こんなところですね。まあ、こういう感じで今日は気楽に過ごしてください。徐々に、今週でもう完全に小数分数の足し算引き算を終わらせますので、で、来週からいよいよ6年生の分野に入って、もう一瞬で、掛け算割り算を終わらせますので、もう、小学校6年生に、の教科書をもらった瞬間、もう中学1年生の教科書ももらうぐらいの感じで、どんどんスピードアップしますんで、よろしくお願いします。はい、良い日曜日をお過ごしください。